量子甲冑三式工具か。過激団隊員だけが持つ霊力で動く対コウマ用の戦闘兵器。優秀な機体だが、今や主流は量子戦闘機だぞ。さすがに時代遅れだろう。おまけにどう見ても整備が行き届いていない。こんなので出撃できるのか。予算がありませんから。カオルさん。神山さんの言う通りです。この機体でコウマと戦うのは難しいでしょう。でもそれじゃあコウマが現れたらどうすれば。スミレ様もおっしゃっていた通り、上海歌劇団に頼っているのが現状です。確かに駅で俺を守ってくれたのも上海歌劇団の期待でした。どうしようもないとはね。悔しい話ですね。そう思っていただければ幸いです。あなたはこの状況を打破するために隊長として呼ばれたのですから。はい、分かっています。スミレ様の夢を叶えるために強い花組を作り上げてください。ところで予算がないってどういうことなんですか。文字通りの意味です、神山隊長。帝国歌劇団はスミレ様のご尽力でかろうじて生きながらえているだけの組織です。政府にも軍にも、そして神崎重工にも歌劇団を援助してくれる人はいません。そんな状態でコウマと戦えと。無理ですか。ええ、無理ですね。コウマは強敵です。隊員たちの命を無駄に捨てさせるわけにはいきません。その不利を覆すためにあなたが呼ばれたのではないのですか。ですが、スミレ様はあなたに期待しています。なんとかお願いします、神山隊長。わかりました、微力を尽くします。ありがとうございます。ところで、俺の期待は見当たらないようですが。ありません。え？今はまだありません。予算が下りればそのうち用意します。そのうちって、はあ、まあ仕方ないか。予算もない、期待もない、整備の人材だって不足している。なんとかしたいけどどうにもな。まあやれる範囲でやるしかないか。仕方ないよな。ん？ここは風呂か。ずいぶん広そうだ。幸い誰もいないみたいだし、どんな風呂なのかちょっと見てみるか。船とはえらい違いだ。待て、そういえば花組って女の子ばかりだよな。ということはこのお風呂は女湯。よし、脱ごう。ここは風呂なんだし何も問題はない。女の子との裸の付き合いも隊長としての務めだからな。
なわけないだろう。俺は何を考えてるんだ。早くここから出よう。ふぅ、よかった。誰にも見つからなかったな。お前うわ、お前そこは問題ない。俺は女だ。変態だ。待て、見られてしまったか。私なんて。揃っているわね。みんなに伝えなければいけないことがあります。どうしたんですか？上層部からの通達があったわ。実績を出さないと花組、いいえ帝国歌劇団を解散させるという話を。解散って解散なんですか？決まってるじゃねえか。お前らが弱いからだろ。君は？神山君は初めてだったわね。紹介するわ。上海歌劇団の隊長ヤン・シャウロン君それに隊員のホアン・ユイさんよ。ヤン・シャウロン、ホアン・ユイって君は？お前はさっきの兵隊！変態じゃない。あれは不幸な事故だったんだ。うるさい、近づくな。この変態。神山さん、一体何をしたんですか？何があったのか知らないけど、いい加減にしてちょうだい。ユイ、お前も落ち着け。ごめんなさい。解散、帝国歌劇団が解散。さくらも落ち着けよ。実績がなければって話なんだろ。要はそいつを作りゃいいんじゃねえか。それです、実績を作りましょう。でも実績といってもどうすればいいんでしょう？それはやっぱり。いきなり実績と言われてもどうすればいいか分かりませんよね。解散が取り消しになるぐらいの実績か。歌劇団対戦で優勝とかはどうなんだ？優勝ですか？そうね、優勝できれば言うことなしね。そんなの無理ですよ。一回だって勝てるかどうか。そいつの言う通りだぜ。お前たちが優勝できるわけがない。なんだと？大きな口を叩いたところでお前たちにそんな力はないんだよ。大会には世界各国の強力な歌劇団が出場する。お前たちの出る幕なんてどこにもないぜ。隊長の言う通り、恥をかかないうちに早く逃げた方がいいね。逃げたりなんてしません。舞台一つまともにできないくせに。それでも私たちは。さくら、
俺たちは必ず優勝してみせる。神山さん、決まりね。は？本気で、本気で優勝する気なんですか？シャウロン隊長、ご足労いただいたこと感謝いたしますわ。でも花組の運命は花組が決める。そうよね、神山くん。はい。頼んだわよ。それじゃあお二方、お送りしますわ。ち、はいはい、せいぜい頑張ってくれや。歌劇団大戦で優勝、はあ、解散か。ちょっとどうしちゃったのよ二人とも。ここが頑張りどころじゃない。なんでため息ばかりついてるの。そんなこと言ったってな。やっぱりどう考えても無理ですよ、優勝なんて。違うよ、できるよ。今こそみんなで頑張らなきゃダメなんじゃない。さくらの言う通りだ。ため息ばかりついていてもしょうがない。そうです、みんなで力を合わせましょう。優勝は無理かもしれない、でもやるだけのことはやろう。無理って、隊長までそんなこと言って。そんな気持ちで、思いで、本気で帝劇を守る気があるんですか。さくら、やるだけのことはやろうって。それで本当に帝劇が守れるんですか。仕方ないだろう。それ以外にどうしろって言うんだ。仕方ない仕方ないって、そんな中途半端な仙人さんなんて嫌い、大嫌い。さくら、さくら。何の用ですか。そんなに怒らないでくれよ。少し話をさせてくれないか。怒ってなんかいません。私はただ。自分が不甲斐ないんです。コウマとの戦いもユイさんたちに任せきり、偉そうなこと言っても何もできない。こんなんじゃ私全然ダメじゃないですか。俺の目を見ろ。さくらが誰よりも頑張ってることを俺は知ってる。この目で見ている。あとは全力でやるだけだろ。それでいいじゃないか。それしかないじゃないか。違うんです、それじゃダメなんです。やれることをやるんじゃ、それだけじゃダメなんです。できるまでやるんです。どこまでも叶うまでやらなきゃダメなんです。
さくら、君はどうしてそこまで。さくらさんがいるから。何？新宮寺さくらさんがいるからです。新宮寺さくら。私、小さい頃、新宮寺さくらさんに助けられたんです。コウマに襲われた私の前にさくらさんが颯爽と現れて、一瞬でした。ただの一刀でコウマを倒して、それが忘れられなくて。私もああなりたい。さくらさんみたいに強くて美しい、そんな女性になりたいって心の底から思ったんです。それが私の本当の夢だから、私の夢は全然叶ってないんです。帝国歌劇団に入ってもこんなんじゃ本当ダメダメだよ。私、さくら、すみません。神山隊長、私もう寝ます。山隊長、私です。さくら、どうぞ、空いてるよ。あの、その昨日はすみません。もう怒ってないかい？怒ってないっていうか、聖兄さん、私を励ましに来てくれたのにあんな態度取っちゃって、だからすみません。その写真、軍艦ですか？ああ、前に乗っていた特務艦マリシテンだ。様々な海上任務を受け、艦長として南方に行っていたんだ。聖兄さん、艦長なんですか？すごいです。でも、もう沈んだ。停泊していた港の近くで客船がコウマに襲われたんだ。だから助けに行った。でもこっちの兵器はコウマにはほとんど通じない。時間を稼いで客船を逃がすので精一杯さ。そのうち機関が止まって総員退艦命令を出した。そういえばあの時助けてくれたのは上海歌劇団だったな。そんなことが。ま、客船と乗員を守れたので十分さ。そう、あれは仕方なかったんだ。聖兄さん、これは一号魔衆警報。まさか銀座にコウマが。いよいよ出撃か。よし、行くぞ、さくら。